サナダ哲也は日本の実業家。クラブ株式会社創業者で、同社代表取締役会長兼社長を経て、2021年11月現在、同社取締役会長。大阪府生まれ、大阪製工学院中学校、高等学校を経て、1年間の大学受験導人生活後、関西学院大学経済学部に進学。 大学在学中から事業を立ち上げ、1987年、龍馬設立。その代表取締役社長となった。その後、共同創業者だった西山博之に、龍馬を抜けたいと言われたことから、真田自身が社長を辞め退社、大学も中退した。東京に上り、1989年、ダイヤル級ネットワーク設立。 しかし同社が1991年に経営破綻、個人で17億円の債務を抱える。借金返済のため、携帯電話の販売や人材派遣など様々な商売を手掛けた。1997年、インターネットを用いたビジネスアイデアを実現するための技術を学ぶため、アクセスに入社。1998年、コンテンツ事業のために、ホリシチ・ロバートらと共に、 サイバードを設立し、同社代表取締役副社長兼 CTO に就任した。サイバード社は1999年2月に開始した NTT ドコモの i モードを利用したビジネスを手掛け、順調に業績を伸ばして2000年12月に j a s d a クに上場した。サナダは、さらなる事業拡大のためには、技術開発に強くなることが不可欠だと考え、2000年、 サイワードの R&D 部門として、携帯電話向けソフトウェア研究開発型企業、K ラボラトリーを設立、同社代表取締役社長となった。同社は2004年11月に、クラブ株式会社へ、社名変更し、優先の連結し会社となるが、2007年に独立。クラブは2011年9月に東証マザーズ、2012年5月に東証一部に上場した。 2018年3月、クラブの代表取締役、会長兼社長 CEO に就任。2019年3月、代表権のないクラブ取締役会長に退いた。ありがとうございます。